はい、どうも、ヒログランスです。今回もスパイダーマンやっていきます。さて、オフィスに行くか。ここだな。ここだねー。屋上に行けばいいんか。こちら本部、バンダービルドの状況は？ MJ、近くに来たよ。何かあったらすぐ行って。ありがとう、見守ってて。それじゃっと、ノーマンの部屋は最上階にあるけど、エレベーターはロックされてる。守衛室に忍び込んで解除しないと。よし、もう一回行くと。本当に市長はいるのか。守衛室発見。ああ、でもなんか、中に入ったら警備員にバレる。住人たちが怒ってる。みんなをイラつかせて騒ぎ起こしてみる。の、吸入器を上に忘れてきた。特別な理由があれば戻れるって聞きましたよ。病気だって言ってみたら。本当か。よし、ガードと話してみよう。よし、これで揉め事を起こして。おい、部屋に戻らせてくれ。こっちは体調を崩してるんだ。くそ、息ができない。部屋に戻らせてくれ。これは3箇所ぐらいで行うんだな。オズボーンさんがいないじゃない。自分だけ特別扱い？お友達は例外みたいですよ。ガードが献金者をすぐに部屋に帰らせてたって。やっぱりそう。ここにいればいるほど感染するリスクが高くなるじゃない。さあ、なんとか始まりますよ。受付には近づかない方がいいですよ。さっき咳してたから。え、いい加減部屋に帰らせてよ。これでオッケー。ジェリー、ちょっと来い。問題発生だ。疫病にかかったらあんたたちを訴えてやる。部屋はもぬけの殻。見つからないようにドアまで行くだけ。皆さんどうか落ち着いて。テーブルのセキュリティチェックは直に終わるはずです。立ち入り禁止ですよ。迂回しなきゃ。1時間前もそう言ってたろ。皆さんのお気持ちは十分理解していますが、これも全て皆さんの安全のためなんです。っていうよりオズボンのでしょ。オッケー。いただき。これでセーブルたちをビリビリっとして眠らせると。おやすみ。これ最高。あっち向かせないと。ちょっと待ってくれ。何か聞こえた。よしよし、今のうち。セーブルの会社は労災あるよね。エレベーターのコントロールは守衛室にある。セーブルたちの真横。メリー・ジェーン・ワトソン、スーパースパイ。エレベーター解除しないと。おっと、痛いな、オズボン。今大成功。ノーマンもいないし、エレベーターも解除された。上に行くチャンス。ペントハウスのエレベーター、これだ。ノーマンとセーブル、予定通り。じゃあな。ちょっと早く閉まってよ。
ほぼ安全か。ノーマンの警備もいなくなった。ここに何を隠してるのか見つけてみせる。これなんだ？これなんだろう。うん、これってコンバットマスク試作品の図解かな。これがあれば構造の欠陥が丸見えになる。うわ、このマスクすっごい。もしかしてあれって壁に隠されたドア？奥に何があるんだろう。ノーマン、息子、華麗なるオズボーンの男たち。肖像画の裏から秘密のキーパッドが登場。ノーマンはスパイ映画好きか。キーパッドのパスワード見つけなくちゃ。ペントハウスの設計図、肖像画の裏に大きな空きスペースがあるみたいだけど、マンハッタンのアパートに空き部屋残す人なんて。 MJ、 セーブルが下の階に現れた。ノーマンも一緒にね。見つかっちゃうかも。それもしかしたら私のせいかも。まだ来ないで。今のところ平気だから。これか。キーパッドのロックに関する指示書、ハリー最後の日がパスワードに関係あるみたい。ハリーがヨーロッパに出発した日のこと？自己診断は完了しました。異常はありません。防火扉を解除します。すげえ言ってるな。ノーマンが戻ってくる前にキーパッドのコード見つけないと。ハリーの部屋に鍵をかけた。ハリーがヨーロッパから戻るまで誰も入れたくなかったんだ。鍵はどこにしまったんだろう。これ懐かしいな。オズボーンって家紋があるんだよね。それともっと、パークス・イン・ベロ。平和は戦争から生まれ。お母さんは料理好きだって言ってたな。ノーマンは一度もこの部屋いい匂い。高そうな匂い。これ全部ブルゴーニュに持ってるブドウ園で作ったのかな。これか？いや、父さん。最後にもう一度マイケルズ博士のところに行ってみるよ。旅立つ前にね。ああ、もし父さんも来るつもりなら部屋から日記を持ってきてくれる？ほら、長旅に出る前に今の気持ち書き留めておきたくってさ。ああ、とにかく、その普段はあまり言わないけど、ありがとう父さん。本当に感謝してる。愛してるよ。ああ、ハリーの声聞くの久しぶり。でもすごく疲れた声。日記がまだここにあるといいんだけど、部屋調べなきゃ。ここか？ハリーの家族が羨ましくてたまらなかった。幸せいっぱいで。何じゃない。ハリーの部屋か。鍵がかかってる。鍵はどこにあるんだろう。この肖像画か。テレビがある。うわ、子供の頃よくピーターとここに来て映画見たっけな。ここはクイーンズとは別世界。ハリーはクイーンズに憧れてたけど、メイおばさんのキッチンにあるちっちゃなテレビでアニメ見るのが好きだったよね。お母さんのエミリー、ミッドタウン一綺麗なママって呼ぶハリーをからかってたっけ。ありましたね。でもほんと綺麗。なんだろう、額縁の裏に何か見つけた。これハリーの部屋の鍵だよね。オッケー。さて、入りますか。ちょっと、これまさかハリーのじゃないよね。ハリーはもういないのかな。
なんで言ってくれなかったの？法律書、環境弁護士目指してたんだよね。お母さんみたいに。これが日記か。ハリーの日記。最後の日付は7月18日。きっとこれがコードのはず。いないのかな、ハリー。なんかこの書き方だともう自分はもうこの世にいないみたいな書き方してますね。なるほど。ということは、ハリーは生きていれば、いるということですね。はい。そんな感じですか。揃って無計画に飛び出すべきではない。それなら、君はここにいろ。解毒剤はできた。私が製造の指揮を取らねば。私なしでは命がないと思え。お前が一緒にいたところでこのざまじゃないか。一人で行く。口出しはするな。第二チームスタンバイ。風に当たってくる。マジで言ってんの？ねえ、解毒剤ができたって。ノーマンがラボに向かってる。後を追える？絶対気づかれる。誰かがセーブルにちょっかいかけたから、いつもの倍以上に警戒してる。ならそこで待ってて。もうすぐ場所分かりそう。開かないみたい。やばい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 ね。よし。何もなかった。巡回に戻る。ちょっと待ってくれ。何か聞こえた。警戒を解除する。何もなかった。やべ、やばいね。チャンス。よし、7月18日、当たり。了解、引き続き頼む。ここ超デビルズブレスのラボの場所を見つけなくちゃ。この部屋にきっと手がかりがあるはず。これか？ノーマンってかなりマッドサイエンティストじみてるかも。違う。
うわ、このマップ死ぬほど豪華なんだけど。アッパーウエストサイド？ノーマンはマイケルズ博士の行動を追ってるみたい。気持ち悪い。はあ、これって全部オーズコープの不動産？ゼーブルの部隊配置場所。街中に部隊配置してる。これでデビルズブレスのラボが見つけられるはず。オズコープが所有しているビルで、ゼーブルたちが大勢いて、博士がよく出入りしてる場所。アッパーウエストサイドの地図みたい。ここでしょ。ここのビルには博士もゼーブルもいない。カテゴリー間違えて選んでるのかも。これか。マイケルズ博士はこのビルに訪れた。これか。マイケルズ博士が訪れたオズコープのビルがいるはず。これじゃね。GR27、 これデビルズブレスのコードネーム。ここだ。十番街と大聖堂。それってやっぱり十番街と大聖堂。オズコープの記録部門、バイオ技術のラボを隠しておくのに最適。 GR27 マーティン・リー事件。これ何？よし、それじゃあ始めよう。私は隣の部屋にいるよ。ほら、リラックスして薬に身を任せ。宝贝、不要担心、不要害怕，妈妈在。这个会治好你，放心。发生什么事？我打给妈妈呼吸，誰か出て。ただの試験だってはずじゃないのか。いけると思ったんだよ。すぐに止めるぞ。おい、やめろ。手遅れだ。止めてくれ。嘘でしょ。ノーマンとオッド、二人のせいでリーがああなったの。これコピーしなきゃ。何？あ！誰だ？嘘。ああ、もう早く。侵入者だ、警戒しろ。え、マジで？ピーター、ラボの場所が分かった。他にもいろいろ。今どこにいるの？二つ先の通り、合図くれたら行くよ。よかった、準備してて。ラボの場所が分かった。他にもいろいろ。今どこにいるの？二つ先の通り、合図くれたら行くよ。よかった、準備してて。調べてみるか。調べた方がいいな。
バルコニーの敵倒そう。オッケー。聞こえる？無線切って逃げられる。数秒後にはね、北西の角に来て。ピーター準備いい？ちょっと待って。もう遅い。来て。君って最強。あなたって最高。もう何が何だか、ハリーの病気に、ノーマンとリー、それに博士まで。うん。全部僕のせいだ。ちょっとまたそのセリフ？あなたはもう一人じゃないでしょ。フィーストはマイルズと私が、あなたはノーマンと治療薬を。ありがとう、パートナー。解毒剤を手に入れて事態を収拾しないと。どうにかリーとオットーと話せないかな。こんな復讐劇はやめるよう説得するんだ。人々を救おうとしていたはずなのに、復讐のために全て投げ出すなんて間違ってる。よしと、ノーマンが解毒剤を取りに行った。ユリに教えとこう。いいニュースなんでしょうね。いいニュース、オズコープが解毒剤を作ったって。解毒剤？よかった。いつ市民に配布できそうなの？今から調べる。十番街と大聖堂のラボだよ。待って、そのエリアでヘリが墜落したって通報が入ったわ。まずい、まさかノーマンのヘリ？部下を送りたいとこだけど人手不足なの。僕に任せといて、絶対に僕が何とかする。はい、ということで今回この終わりになります。それではご視聴ありがとうございました。